ドリブンズにとって2021シーズン最後の4番かもしれません。ドラマ博、たくさんの好プレーを見せてくれたドリブンズ、今シーズン最後のとなってしまうのか。ドラマ博です。今度の手が一番いいかもしれないですね。まあね、サンダーという打ち手はね、はい、ドラ結構切るの早いんでね、切りましたね。あ、切った、はい、あ、切ったね。やっぱりその自敗のドラは、はい、あ、本当にあの手配をね、進行妨げること多いので、はい、スーパーへどれも生かすつもりの手がね、彼は得意なんで、こういうふうに打ちますよね。重なったら痛いじゃないですか。え、重なることしか裏目がないんで、はい、スーパーは横にね、うん、左右どちらも痛いんで、ハクはハクだけ。そう、例えば今捨てた2のピンズは3ピン、はい、まあ、場合によってはEピン、はい、もうペン3ピンもいい街になる時あるんで、はい、だから早めの段階では自敗の方を切った方がね、うん、優位ですよね。やっぱりまずそもそも自敗と崇拝であれば崇拝の方がメンツになりやすい、3枚になりやすいと。そうですね。ですからドラでも切るときは切っちゃえばいいんだとという思考ね、はい、うん、プロそれぞれ思考があるから、あ、日吉さんなんか切らないんで、はい、僕も切らないんで、やっぱ思考の違いですよね、はい、うん、それでどっちがいいとか悪いとかではない、違いますね、うん、もうそういう風なホームで打ってるんで、はい、あ、難しくくる、うん、ここはシンプルに6球ピン両面固定でいく。松本もまだ形ちょっと心もとないぞ。いや、親の箱切りが気になりますよね、はい、やっぱ自敗少し貯めときたいですよね。うん、さあ統一4つ、どうも統一っぽい手になるな、はい、辛いな、両ピン握れ、どうも統一っぽくなるなもうイーソー切るっていう手はありますよね。ただイーソーに2枚早いんで3層が山にね、はい、残ってると読むと自敗切るしかないかなって。でもイーソーね、これはもう勝又らしいね、うんうんうん、横に行かないっていう位置表示ですよね、はい、うわー、引いた、両面両面だ、強烈ね、はい、これはそのだ、またしてもチャンスだ。うん、どうも統一が増えますねこれシャアはやっぱ狙いたいですよね。あー、でもメンツでも、なるほど、いきなりチー統一にはしません。いや、全部いいんでしょう、3ピンもウーピンもチー1も重なりが、なるほどなるほど、それでシャア切ったんだと思いますよ、はい、さあ何が来る、シャア痛い、痛くない、痛くないね、全然痛くないです、全然ね、はい、ドラがあったら痛いです、そうね、痛くないです、ドラがあったらシャア切らないしねそうですね、あれは本当に痛くないですどうせ僕のことだったら、例えば3ピン払ったら数ピン引いて数ピンとかって言ってますからね。なるほど、はい、もう全部言っちゃうんですよ、どうせ。麻雀は必ず一杯捨てるごとに恨みがある。これで正解ですよ、どうリーチいくかですね。うわ、リーチいった、チグピンでいった、自信あるんですよこれ、残してる範囲に。おお、それでシャア切ったんだと思うんですよ。志田さん、はい、ゼロです。なんだよなんだよって言われても、これ事実ですから。しかもソロだからウーピン出ないですから、これなんでだよ。3層があんこに、まあ、3枚になってどっちかですよね。でもそしたらイーソリアン層か、これは出ないです。ウーピンはソロだから、このウーピンはもっと出ないです。くー、これは残念ながら、う、この手の魚体、この魚体の手は上がることは相当難しいと思いますね。7万だったら何枚あったの、山に今勝俣に1枚来ましたよね、ええ、これが山にあったってことですよね、ええ、3枚です。うわあ、爪で選択ミスか。チーマン3枚ありましたよ。うわあ、かわいそうにな。チーマン引くなよ。
あとは園田ですよ。チーマンが受けなんですよ。スッチーマン、これ園田に6球ピン引かれてチーマンで打ち込んだら本当もう涙で前が見えた。なんでそんなこと言うんだよ。もう日吉はチーマンはフェニックスの守り神なんだよ。これ魚田にチーマンで補充しちゃったら立ち上がれない、展望払えない、とてもじゃないけど払えない。あ、うわー、これはウーピンがないよ。ないよ。なんでそんなこと言うんだよ。1万2000。うわ、裏では3ピンだ。やっていってリーチ一発ピンフ赤1万2000。1万2000は大谷が手にしてたはずなのに。